いつまでも寝ていられない。ひばりのことが心配だ。あのドジっ子なら心配ないわよ。お前は、ひばりはね、手美女学園に転校したから。ふん。また私を無視する気？でもひばりの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝忍法書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。うん。あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝忍法書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ？私の言うことなんて無視するんじゃなかったの？答えろ。それでひばりはどうした？だから言ったでしょ、蛇女に転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ？聞きたい？ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。嬉しい。ようやく私の方を向いてくれたね。マイシュ。ミラ、舞い順じる。いざ尋常に舞い切れ。忍び転身。もう終わりか。さあ、ひばりについて知っていることを全部話せ。またひばり？戦いが終わったらもう私のことは無視？私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ！無視しているわけじゃない。俺はひばりのことが知りたいだけだ。出
るさいうるさいうるさい、あんたに無視される人間の気持ちが分かった。お前の気持ちなら知らん。俺の質問に答えろ。そう、そうなんだ。分かった、分かったわよ。あんたも裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている。超秘伝忍法書を私たちに奪われて、ひばりはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は蛇女に転向するだけ。ひばりは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あら、ショックなの？でもそれが事実。あんたはひばりにご出身だったけど、あの子の方はそうでもなかったってこと。残念ね。デタラメを言うな。信じられないんだったら蛇女に来ればいい。うちの生徒になったひばりを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇女の場所がわからないか。それじゃ無理ね。ひばり、あんな奴の言葉俺は信じないぞ。